正しい知識を身につけ安全に楽しんでもらいたい。海の備えについて考えるシンポジウムが開かれました。こんなに毎年同じような事故がなんで繰り返されるのか、常識と思ってたことが本当は常識じゃないんじゃないか。先月東京都で開かれた海の備えシンポジウム、異業種の有識者が集まり、水難事故の現状や課題、対策の仕組み作りについて意見を交わしました。日本の不慮の溺水事故による死者数はワースト2、屋外だけ見てもワースト8と。日本財団の調査によると、水難者数は年間およそ1600人、発生場所のおよそ8割が海や河川だということが分かっています。海水浴場ですと離岸流があったりしますので、海での水難事故の自然要因で最も多いとされるのが離岸流。波打ち際から沖へ向かって発生する強い流れのことで、特に注意が必要だといいます。うちではというか、業界的にはフロートジャケットとか、フロートベストって言われるものなんですけれども、なんかそこのシーンにふさわしいというか、より楽しくなるようなアイテムってあったらいいなっていうふうに思って。その他にもシンポジウムでは、それぞれのシーンに合わせた浮力アイテムの提案や、教育機関との連携の重要性、テクノロジーを駆使した救助システムの紹介など、多岐にわたって議論が繰り広げられました。一元管理した上での情報の集約と分析で、さらにこれをその共有をするということ、そういう機能を持ったプロジェクトをこれから作っていくことがまずは必要なのかなというふうに思いました。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。